こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、旗の台の方に来てます。東急の大井町線と池上線の駅ですね。クロスするような感じでね、ある駅で、ここからね、20分ぐらいね、荏原町の方に向かってこう歩いていきたいと思います。ここはですね、旗の台三丁目商店街っていう商店街みたいなんですけども、結構ね、こんな感じで街灯は凝ってるんですよね。で、こっちにも、こっちは旗の台商店街、旗の台商店街と、で、三丁目商店街かね。どういう位置関係であるのかちょっとわかんないんですけども、旗の台プレイアイボードっていう、ここもね、結構ね、長いね、商店街みたいで、ちょっとね、地図を確認して、間違えないようにね、進んでいきたいと思うんですけども。どっちの方向に左側に行っても結構長い商店街があるみたいなんですけど、今回はね、こっちの右側のね方に向かって歩いていきたいと思います。今日はね、結構雨が降ってるんで、あんまり撮影には向いてない日なんですけども、撮影したストックがね、なくて、ちょっとここ数日頑張って撮影しないといけないんですけども、旗の台のね、品川区ですよね。で、ゴールは荏原町駅、大井町線の荏原町駅ですね。昼間とか歩くともっと店開いてたりとかするんでしょうけども、今はですね、今日は2021年10月のちょっとね、日付を、10月13日の水曜日ですね。時間はですね、午後8時50分。
緊急事態宣言が解除されたので8時以降もお店が開いてることが多いと思うんですけど、でもなんか引き続き9時までなんですかね。告知も街灯が普通の住宅街の街灯ではない感じですよね。あ、鳩の台4丁目商店街、唐揚げ、唐揚げの持ち帰りですかね。唐揚げの持ち帰りのお店はどこも今はどうなんですかね。緊急事態宣言が発令してるときはなんか唐揚げの持ち帰りのお店って結構店の前に人が並んでたような印象だったんですけど、その辺は解消されたんですかね。ここも秘伝の唐揚げ、もう持ち帰りの唐揚げ置いてたりとかするんですね。では大阪王将、目の中ランニングしてるんですね。傘を持ちながらなんで、もう少し歩かないとダメなんですかね。ちょっとここで地図を確認させてもらって、江原町はさっきの道をね曲がったとこですね。ちょっと戻って、それで撮影を終えたいと思います。ここが江原町の駅でしたね。
ちょっと濡れないように、ご視聴ありがとうございました、気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねをしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。